ジャパナビもう一つの夢の旅、日本の大秘境四国冒険物語第5章。先週はこの地域に伝わる伝統的な郷土料理いやそば作りに挑戦。今週は小ボケエリアのこちらの施設へ。この吉野川を見渡す最高の展望からスタートです。うわー、この3つの色、ほれー、そしてこの紅葉、この山の色、ここどこ？ここは夏の間はご飯とか食べたりしながらこう景色も楽しむような場所で、そして秋は紅葉を眺めながらやっぱりカフェやコーヒーを楽しむコーヒー専用席でございます。声だけ？はいやー、ちょっとお腹ペコペコだよ、なんかちょっと押してくださいよ。そういう時にはジャパナビスペシャルパーミッションがございます。今日はここでラーメンを食べてもいいって。マジ？はいやー、これ入れませんね。ベロ、レンジャーこい、ガンモライマーこい。おい、せーわいやんもん。はいら、我都話せーわいやんもんあ、仲不到你家成啊。さあ、頼みましょうか。はいやでは、ラーメン。おんがい、ラーメンはおんがい。本日のランチメニュー、名物徳島ラーメン。そしてこちらは特別オーダー、スペシャル徳島ラーメン。いただきます。うわー、ほらちょんが、わー、おいしそう。好きさわかんないちょん、おいしい。さわかん、おいしい。豚骨で醤油味、本当？うん、リッチだけどさっぱりする。あー、この豚骨のコツのに、あの匂いがいい。うん、おいしい。あの、くどくないね。そうだね、さっぱりしてる。おいしい。チャーシューがいいね。ね、このラーメンの特徴は何？このラーメン、徳島ラーメンの特徴はこの生卵。え？生卵が入ってる。で、こうやって絡めて麺に絡めて食べるのが特徴。なんでこれ生じゃないの？そっちは煮卵。このお店有名なんだって。煮卵が美味しいと。なるほど。はい、いただきます。どう？まあ、ローより買いたいのが美味しい。うん、おやおや、クリーミーで美味しい。クリーミー？はい、美味しい。あ、半熟。これ組み合わせどう？おまっか、半熟。あ、美味しそう。それも美味しそう。うん、私煮卵ももらおうかな。たんさん買いたいな。めちゃめちゃ甘い。なんか、うん、びっくりしちゃう。あ、本当に甘い。すごいね、卵が有名だね。あ、美味しい。あとでも2個食べた方がいいよ。本当？ちょっと、うん、単品だけで注文した方がいいよ。すみません、じゃあ煮卵追加お願いします。2個。徳島ラーメンで体を温めた後はいよいよ小ボケのメインイベントが始まります。うわー、イエーイ、よー、なんてこの格好。これから川で遊びます。川？はいや、寒いよ、今12月中よ、冷たいよ。冬だよ。でも大丈夫、うん、たくさん来て防寒バッチリで、うん、これから何をするかというと、何？吉野川でラフティング。ラフティング、俺は登場中やで、登場中やで、やって。なんて言ってんの今。俺は登場中やでって言ってるんだよ。そうだよ。しばちょっと早め、早やったことあんの？全然初めて。最初の安全確認の、うん、安全のルールを教えてもらうところから始めたいと思います。イエーイ。もしかしてまだ専門家がいますか？いやー、yeah, go. あ、専門家の藤井さんですか？うん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。ジェリー、ジャムジャム、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、だからどこ行きますか？小ボケ。小ボケ、小ボケ。ここはどこですか？四国吉野川。激流なんですよね。はい、日本一の激流です。日本一。でも全然穏やかでしょ、今みたいに、うん、こっからがすごいのよ。ここから、ここから、本当に。オーマイガー。安全講習受けましたか？受けました。受けました。バッチリです。では出発しましょう。イエーイ、エサーホイッシャー、ホイッシャー、エサー、何やってないの、やりなさいよ。エサー、ホイッシャー、何やってんの、ホイッシャー。はい、OK、ストップ。水深どのくらいあるの？この辺でね、多分見えてるところは 3,4 メーターまだあると思います。 3,4 メーター、はい、あそこから激流が始まります。激流も始まる、はい、第1つ目の激流。エサー、ホイッシャー、エサー、レラ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 、エサー、ホイッシャー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 、
さあレッシュー、じゃあ行きましょう。プー、はい、スマホ回して大成功。おお、けがけが、すごい見えた。めちゃめちゃだったよ。でも気持ちいいね。うん、楽しい。全然寒くないね。寒くない。寒くない。本当は乗る前は結構怯えてましたよ、ね、12月だし。そう、ほら、結構寒い。こういう靴もあるしね。ねえ、最高。この水飲んでも大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫。どうぞどうぞ。すごい綺麗なんだ。わ、綺麗。わ、クリスタルみたい。わ、美味しい。甘い、うん、甘い、甘い、うん、甘い。ちょっと甘いね。うん、天然水、ミネラル。うん。わ、わ、これやれ。どやどやどや。ジョイエ？ジョイエ？あ、遊んでるのも終わったんだ。いいよー。お、後ろ向いた、後ろ向いてどうするの？そう、このまま激流。このまま激流。よーい。おー、えら。オッケー、後ろこぎ、ターン。おー、ターン。ファイター。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 ターン。ターン。ファイター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 。ターン。ターン。おお、さあ、おお、やばい、さあ、おお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 、中入れ、ビエ中入れ、中入れ、おお、もう入る、もう入る、もう入る、戻れ、戻れ、オッケー、後ろこぎ、さあ、後ろこぎ、さあ、おっしゃ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 、はい、中入れ、みんな入れ。そう、顎引いて、顎引いて、前に出す。あ、大成功。カメラ。あ、面白いね。楽しいよ、おいさま。今カメラ飛んできて、飛んできた瞬間やったね。その映像見たいな。すごい。すごい景色。ま、そう、ここは小ボケ郷の代表的な景色になります。はい、もう十分遊べますよ、この川。うん、泳いでもいいんですね。泳いでも大丈夫です。うん、でもこれがないとね。はい、ここ水深10メートル。10メートル？足届かないね。届かないよ、そんな。僕もうこんなに背が高くてもね。うん、10メートルは。じゃあこれ遊びで、こんな遊びあるかやってみて。はい、このパドルをこのまま水面で叩く。水面叩く。そう、じゃあ銃の音がし、はい、パンパンパン、いくよ。うん、はい。おお、かっこいい。すごい。そう、こういうこと、ね、なるだけ平行に、うん、平行に落とす、はい、ほら、おお、平行にそのまま、そう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 。お、すごい。僕もやるわ。おお、なったなったなった。さすが。そう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 、全然ならない。これは、あとこれは、はい、パドルを、うん、パドルを、うん、はい、落とすの、落とすの、え、落として受け取る。おお、かっこいい。戻ってこないことない？いい、戻ってこなかったら下手なんね。こうまっすぐ落として受け取る。かっこいい。おランバーってくるよ、これランバーってくるよ。お、上がってきた、上がってきた、上がってきた。お、受け取る。おまっかー。わー、レルタコン、もういいんだこわ。おー、おー、おー、じゃあ僕チャレンジしようか。お、お前邪魔が入った、邪魔が入った。あ、ダメ、ダメ、10メートル。良い子は真似しないでね。そろそろ終わりますか？え、終わり？そう、あのカーブ抜けると一番大きな激流が来て、激流まで来る。あ、うん、激流多いですね。またカメラ飛びますか？飛びます。飛びますか？よし。フライングカメラマン。今度もう膝こぼれ起こから。二人で飛ぶか。飛ぶか。おっしゃ。え、さあ。おっしゃ、よっけ、ストップ。おら、そう、まだまだレイラー、レイラー、そう、まだレイラー、レイラー、レイラー。さっきライフジャケット大丈夫って聞かれたよ、藤井さんに。怖いよ、落ちるかもしれないよ。怖いね、怖いこと言ったね。怖いこと言ったよ。あ、来るよ、来るよ、レイラー、レイラー、レイラー。マイコギ、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 マイコギ。はい、戻れ。
はい、パドラ回して、あー、楽しい。あー、おー、これ見たら結構すごいね。すごいすごい。わー、すごい。わー、ここ降りてきたんだ。すごい達成感だね。ちょっと岩当たるよ。ちょっと岩当たるよ。あれ、ここゴール？あ、ゴールなんだ。バイバーイ。お、行って早いね。あっという間に。おー、着陸したよ。あ、着陸。あ、上陸だね。楽しいね。あー、楽しかったね。最高だね、あの波。なあ、もう激流。うん。あとこのガラスみたいな水の色。おかしいね、この青い。すごい綺麗。うん、雨降ってるけどすごい気持ちいい。うん、最高。ああ、いい運動。もうヘトヘト今。はい、うん、お腹すいた。はい、ちょっと食べましょうか。はい、ここで登録すると、道入国っぽいだね。しー、見たな。スリリング、エキサイティング、スペクタクル。日本最高の激流吉野川を全身で体感できる、それがラフティング。ボートが陸を離れたら、あとは見渡す限り人工物が何一つない美しく険しい大自然が広がるのみ。このラフティング体験は天候や季節によっては開催していないこともあるので、事前の問い合わせと予約をお忘れなく。楽しかったかっこいいですね。なんか全然変わりました。はい。芸能人みたい。芸能人みたい。芸能人みたい。今テレビ出てます。イエーイ。香港デビュー。はい。ありがとうございます。はい、ね、香港の皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すごいエキサイティングですね。はい、ね。そんなエキサイティングが吉野川にはいっぱいあるんですか。あります。いっぱいあります。他には。カヤック、カヌー、トレッキング。ね、エキサイティングなスポーツがあります。ね。カヤックは。一人であの激流を下る、うん、今日下った激流下る、そう、うん、下る川下りを一人でやってもらう、はい、そう、滝落ちたり、滝落ちたり、ね、岩をジャンプしたり、岩をジャンプしたり、そう、ひっくり返ったり、ひっくり返ったり、本当にそんなことがあるんですか。そう、助けて助けて、ああ、はい、それ事故じゃないんですか。事故じゃない、だって崖じゃないや、滝を落ちたりとか。そう、滝落ちたり、パフォーマンスで。パフォーマンスで、パフォーマンスで、普通の人でもできますか。うん、普通の人できない。できないんだ。できない。1年2年練習して、ここ、うん、ここで練習したら、練習したら、じゃあ、そう、それまではみんなラフティングね、うん、ラフティング、そう、練習した。じゃあ次もまた鍛えてください、はい、今日はどうも、はい、ありがとうございました。ちょっと待って、え、いいもの見せるよ。えこれ何、ちょっと見せてくださいよ。何何、練習した後の結果。あ、すごい、何これ、初めて見た本物。ファンレター殺到するね。ファンレター殺到する、これ、ね、どうしたらこうなるんですか。これはラフティングしたら、ラフティングしたらカヤックとやった方がいいと思う。やった方がいいよ。ビフォーアフター見る。ビフォーアフター。これはおー、あーおー、まんまる、あー、かわいい、まんまる、ビフォー、赤ちゃん、こうなる。来週は、うわぁ、ゆめさん、あっち見て、あっち、あっち、先生、これはやおや、ここの有名なコナケジジ、こちら呼びましょうか。はい、ジャパナビ四国冒険物語、来週もお見逃しなく。視聴者の皆様に番組からプレゼントのお知らせです。今週四国の吉野川で体験したのは、1番ダイビング、2番ラフティング、3番フィッシング。正解者の中から抽選で猫ポーチを2名様にプレゼントします。応募用紙は www.jptime.tv 番組ホームページに掲載しています。締め切りは2013年5月12日午後17時当選者は2013年5月19日に番組および番組ホームページで発表いたします。皆様からのご応募、どしどしお待ちしてます。番組の特集内容やもっと詳しい情報は放送終了後に番組ホームページに掲載されます。アドレスは www.jptime.tv、 アクセスお待ちしています。また来週お会いしましょう。素敵な1週間を。